やっぱりユニクロにはないトレンド感あふれるアイテムでテンションが上がりましたね。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近ですね、僕が GU で買ってめちゃくちゃ良かったシャツがあるので、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、この動画の中で割とユニクロをご紹介することが多いんですが、まあ、GU に関してはそこまでご紹介することは多くないのかなというふうに思ってるんですね。それはなぜかというと、ユニクロと GU を比べてみると、ユニクロの方がよりベーシックで素材感なんかも良かったりするんですが、一方で GU というのはトレンド的なアイテムが強くて、価格帯もユニクロより安めなので、素材の質感としてはやや劣るかなと思うんですね。その点、僕ら世代に使いやすいのは圧倒的にユニクロかなと思うんですが、ただですね、GU にも結構今っぽいアイテムだとか、これはユニクロでは置いてないなというような新鮮さを感じるようなアイテムもあったりするので、僕は定期的にチェックをしてるんですね。そんな中で今回見つけたシャツがめちゃくちゃ良かったので、皆さんに早速ご紹介したいなというふうに思っています。こちらのアイテムなんですけども、こちらはバンドカラーシャツなんですが、結構シルエットがゆったりめになっているのが特徴のシャツなんですね。まあ色に関してはですね、結構どれも良くて迷ったんですが、僕はちょっと新鮮な感じがするこのグリーンを選びました。これがですね、なかなか良くて、結構ですね、春先に活躍するのかなと思うので、まあ、大人の男性にもですね、ぜひお勧めしたいなというふうに思っています。この後ですね、実際にこちらを着ながら、どのような特徴があるのかですとか、あとは僕ら世代はどのようにコーディネートすればいいのか、その点に関してもですね、詳しくお伝えをしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてベーシックな着こなしについて解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらですね、こちらの動画の下の説明欄にですね、リンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着ていました。どうでしょうか。なかなかですね、ユニクロにはないような大胆なデザインになってるかなと思います。襟元はですね、すっきりとしたバンド状の襟になっていまして、まあ、いわゆるバンドカラーシャツですとか、スタンドカラーシャツと呼ばれるものなんですが、このあたりはですね、ユニクロにもあるかなと思うんですけども、特徴的なのはサイズ感ですね。今回はですね、僕の通常サイズである S を選んでるんですが、見てください。かなりたっぷりめになってますね。ユニクロだと L だとか XL だとか、それぐらいのサイズ感、ひょっとしたらもっと大きいかもしれないですね。着丈も大胆に長いですし、このあたりのサイズ感というのは、やっぱり今っぽさというところが感じられるのかなというふうに思っています。で、裾も結構長いんですけども、横から見ていただくと、前後で長さが違うんですね。前が短めになっていて、後ろがやや長めになっているというところがポイントなんですけども、こういった裾の長さを変えることで、1枚できてもですね、様になるようなバランスになっているかなというふうに思っています。サイドのこういったラウンドの感じもすごく気に入っていて、まあ、バランスのいいデザインになっているなというふうに思っています。そして素材感も特徴的で、すごく肌触りがいいんですね。つるっとした感じで柔らかな光沢感があるんですけども、ただこういった安い価格のシャツって失敗すると変な光沢感が出てしまうんですが、なんかそういった安っぽい感じは出ないんですね。滑らかな感じがして、色の出方もですね、すごく上品なので、僕はですね、これで2500円前後というのは、ものすごくコストパフォーマンスが高いのかなというふうに思っています。まあ僕はシャツといったら白だとかネイビーだとか、あとはストライプ柄を選ぶことが多いんですけども、今回はですね、このグリーンがとっても色の雰囲気が良かったので購入をしました。ボトムスはブラックなんかを合わせてるんですけども、まあパンツの色が地味な時にも、こういったシャツでですね、主役になるような色味だとですね、意外と春らしくて使い勝手がいいのかなというふうに思っています。そしてこのシャツっていうのはいろんな着方ができるんですね。今一番オーソドックスにボタンは全部閉めてるんですが、ボタンをですね、開けてあげても雰囲気がいいので、ちょっと前を開けてみたいと思います。はい、例えばこんな感じで第2ボタンぐらいまで開けて、内側の T シャツを少し覗かせてあげる着こなしもいいかなと思いますし、もう一番下まで開けてしまうのもいいですね。それでも全然印象が変わるかなと思います。開けてしまうとですね、このシャツが羽織物的に使えるので、それも便利かなというふうに思っています。内側に薄手のニットを着たりだとか、あとは T シャツを着ながらですね、重ね着風にしてあげるのもいいかなというふうに思っています。
まあ、内側に着ている T シャツはボトムスにインをするような形にしてあげると、なおですね、今っぽい着こなしになるかなというふうに思っています。まあ、もちろんですね、30代、40代の男性、誰でも使えるようなコーディネートではなくて、割とですね、トレンド重視型の方にはですね、お勧めできるコーディネートかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。で、一つ言い忘れたんですが、個人的にはすごく嬉しいポイントが、これはですね、アウター的にも羽織れるように、しっかりとポケットがついてるんですね。これが地味に使えるんですよね。普通のシャツだとポケットはもちろんついていないので、なかなかですね、荷物の収納に困るんですが、僕は週末は完全に手ぶら派なので、このようにシャツにですね、ポケットがついてると、いろいろ収納できるので、すごく便利なんですね。まあ、こういった点にもすごく工夫が感じられるので、すごく使い勝手のいいシャツなのかなというふうに思っています。もちろんシャツ単体でも使えるんですけども、この上にですね、アウターを重ねてもすごくバランスがいいので、この後ですね、ちょっとコートを上に羽織ってみたいと思います。はい、ということで上にですね、シャツアウターを羽織ってみました。このように重ね着の一部としても活躍するので、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。今僕が着ているシャツアウターに関しては、着丈が短いので、シャツの方が丈が長くなるんですね。これもまた決して NG というわけではなくて、着丈の長さの違いというところをですね、あえて楽しんでみるのもすごくいいのかなというふうに思っています。まあ、春先でもちょっと寒いなという時には、このようにシャツアウターを上から羽織ってみるだとか、あとはもっと寒い時には、ステンカラーコートですね。意外とベージュのような明るい色にも合いますし、もちろんブラックですとかネイビーにも合うので、このグリーン系の色はですね、かなり使い勝手がいいかなというふうに思っています。主役として着るのもいいですし、重ね着の一部としても活躍するという意味で、二度楽しめるようなシャツなので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、最近僕が GU で購入をしました、バンドカラーのオーバーサイズシャツですね。こちらについて解説をさせていただきました。これはですね、やっぱりユニクロにはないトレンド感あふれるアイテムで、久々にですね、僕も買ってテンションが上がりましたね。なかなかですね、GU の商品どれもが僕ら世代に合うかというと、そうではないかなと思うんですね。これはちょっとカジュアルすぎかなとか、ちょっとこれは素材感がいまいちかなっていうものもあったりはするんですけども、ピンポイントで選べば結構ですね、トレンド感が溢れて、使い勝手がいいものも見つかりやすいので、皆さんもですね、定期的に GU のサイトですとか、店舗の方をですね、チェックしていただければなと思っています。そしてこれからもですね、こちらのチャンネルでは GU だけではなくてユニクロですとかセレクトショップですとかそういった商品の中から皆さんにとって使いやすいですね、アイテムですとかコーディネートをどんどん紹介していきたいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。